じゃあ私から昨日の裁判の具体的な1時間ぐらいあったんで、ちょっと皆さんにご報告したいなと思います。この代表権裁判については、まあ、これまでもご説明している通り、3月29日に大津さんが辞任したのかどうかがまず第一点。仮に辞任が成立しなかったとしても、4月6日に党の役員会において彼女が解任されたと、まあ、それが有効であるかどうかという2点目。この2つが大きな争点となってまして、裁判官の口からですね、辞任の争点についてはまあだいぶ主張が尽きてきたと思うので、最後豊田先生の方から何か言いたいことあればじゃあどうぞしてくださいと。で、我々の方はもうとにかく前回の準備書面で言いたいことを言ったんで、あとはもう決心に向けて粛々とやってほしいということを改めて、要請しました。解任の方については正直その規約をどう読んでそれが要件として認められるかどうかっていう極めてロジックな話なので、まああんまりそこはそこで心配しないというか、正直裁判官からしてもこれは新しい論点であるという説明はあったんですね。当然国政政党の解任が有効かどうかって裁判官も判断したことない話で、かつこれは会社法に基づかない、国政政党っていうのは基本的には政治資金規正法であったりとか法人格病法であったり、そういう法律が根拠になって、あとはもう規約で決めてくださいっていう世界なので、正直その規約がいいとか悪いとかですね、中身でこれがないからその解任がこうなんだっていうのは正直裁判官は、判断として入ってきたがらないだろうと、判決として。でそう考えるとやっぱ我々の方はとにかく辞任でかなり頑張って主張して、7割方そこに主張を、植えておいていたので、おそらくそこで勝てるんじゃないかなということを期待して、まあ少なくとも2月1日、決心で、昨日もですね裁判官になんとか早く判決くださいということはお願いしてるんですけれども、まあそれはお気持ちはよくわかりますんで、受けたまってなるべく早く書くようにしますということをおっしゃっていただいて、昨日の裁判が終わっております。代表権争いで今大津さんと裁判してますけれども、まずないとは思うんですけども、もうこれだけ理詰めされてって大津さんがもう参ったと、もう判子持ってきます、代表権戻しますってなった場合に、今こう継続している裁判とかっていうのはどうなってしまうでしょうかっていう質問です。ほう、実は昨日裁判官の方からその和解の打診についてちょっと個別に連絡してもいいですかみたいなこともあって、かなり突っ込んでいってくるなっていうことはあったんですね。でただいずれにしても和解っていうのはどっちかが代表権を譲るっていうことはまず前提として入ってくると思うので、まあ、豊田先生がそれを察知したのか、もうこっち側は絶対に和解しませんという言い方してたんで、まずその和解の可能性自体がおそらくかなり低いんだろうなと思います。で譲ると言って、まあ、向こうが最終的にギブアップしてくるのはいいんですけれども、それってもし言ってくるって言ったら、例えば斉藤さんの絡みで例えばうちうちに警察の方から来ていよいよやばいとかって話になってギブアップしてくるって可能性もあると思いますし、まあ、そうなった時にこっちがじゃあそれで手引くかって言ったら当然引くつもりは現時点でないです。もうやってることはもう全て徹底してやろうと思います。でやっぱタイミングだと思うんですよね。ただもうかなりタイミングは遅きに失してると思うのでこれで変な和解をするつもりはこちら側にはないかなと思ってます。阿部と、浅香の選挙ありました、はい、立花党首、率直な感想よろしくお願いします。はい、そうですね、これ何も感想言ってなかったんですけど、やっぱり僕の思う通りかなっていうのは正直思ってます。っていうのはやっぱり 33% の投票率ってなると本当の人が選挙を惰性で行ってる人なんだろうなと思います。やっぱり個別訪問とかされて朝おはようございますって言われた人に入れる、その人の真実っていうか本質なんかを見抜かずに行ってるんだろうなっていうのが、まあ行にしても特に浅川の富山さんが当選してるのを見てね、そんなの個別訪問されたらみんな嬉しいから、特に現職の市議会議員が来たら嬉しいので、あれをまあやるとそうなるんだろうなと。ただ費用対効率どうよと、その持っていくチラシの印刷代もそうだけど、そこに行くだけの人件費とか考えたら、僕はやっぱりそういう人が政治をしてるからダメなんですよ。要は普通の会社でね、訪問に行ってもう10回でも20回でもいいから、これだからまあやるウォーターサーバー売ってこいよって、10回も20回も行ったら赤字になるわけですよね。効率よく買ってもらわなきゃいけないですよ。もちろん赤字の中商品の価格が上がるから、で選挙ってどれぐらいの
熱量、お金とか人件費を使ったかっていうのは結果には出てこないのでね、いわゆる結果としては票を何も取ったしか出てこないんで、もちろんそのこっちの僕が応援してたあの女の子、金沢翔子ちゃんなんかもやっぱめちゃくちゃやったっちゅうんですよね。特に上尾とか浅香って多分年収にして600、700ぐらいしかないところなんで、あんま普通のサラリーマンと変わらないです。これが1000万を超えてくるとやっぱりあの要は基本的にどうしても年収の例えば400万ぐらい右から左に出ていくとなれば、600万の人に200万しか、まあ、いわゆるレジャーとか使えないわけですよね。もう400万で1000万あったら600万使えるから、200万と600万って3倍ぐらい実質所得が違うっていうことになるんで、まあ、大きなところに行けば行くほど給料も高くて、でそういうところの方があんまり個別訪問って聞かないんですよね。数が多すぎるから、取らなきゃいけない票数が多いから、まあ、これはあの黒川君がはっきり言ってましたよね。自分たちは町田とか弱い、町田も勝てなかったし葛飾も勝てなかったのはやっぱああいう人海戦略って勝てないんですよね。僕が目指してるのはもうそっちの方じゃ全くなくて、やっぱりもう国政選挙の方、もうなんなら国政選挙の比例のみを目指してるんですよ。まあ、だってインターネットでやれるからですよね。むしろインターネットでしかできないんですよ。よくよく考えたら国会議員を選ぶのに国の代表を選ぶんだから、全ての国民は全ての候補者に投票できるようにしとかないとおかしいでしょ。自分の選挙区に3人しか立候補してないから、そこから選ぶっておかしいんですよ。そんなことするから一票の格差とかってずっと問題になるわけでしょ。できれば全国民が全国誰でもいいから入れる、もう何なら立候補しなくてもいいと思いますよ。立候補してない人に投票できればいいわけでしょ。でそれで上から300万の人が当選とかやった方が、だってやりたい人がやっていいのかっていうのになるでしょ。やりたくない人も やらなきゃいけない人もいるわけじゃないですか。やりたくない人ほど国会議員やった方がいいっていう場合もあるから、そもそも選挙制度自体を一個一個見ていったら矛盾だらけなんですよね。まずは今でもあるのは参議院には事前局比例があるから、僕はそこから変えていこうという考えなんです。だから参議院の全国比例っていうのはもうこんなの個別訪問してたら無理ですから、もうインターネットじゃないわけですよね。で全国比例じゃなかったかっていうのは、それは当時はインターネットがなかったから全国の人に自分の公約を伝えるなんてできないから、だから全国っていうのは少なかったわけですよ。だから都道府県に分けたり、まあ、衆議院だって中選挙区でやったわけです。それはある程度の地域を固定しないとその人たちに自分の情報を届けられないから、チラシを配ったり選挙カーに行ったりできないからですよ。でもインターネットができてるんだから、これどん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 全国比例に変えていくっていうか、全国の人が全国に入れれるようにしていくっていう。地方のことは当然知事とか 県議会とか市長とかやるわけで、だ国の代表者を決めるのにその地域の代表者を選ぶっていうのはそもそも間違ってる。アメリカ合衆国みたいに、それはね、ああいう制度だったら州の代表っていうのは分かりますけど、州が集まってるわけですから合衆ですけど、日本の場合は完全にそれぞれの国民は基本的には平等なわけですから、でそういう方向でいくのに、まずだから参議院の全国比例っていうのがある、そこから崩していこうとしてるわけです。だから自民党は2000万票しか取らないんですよ、参議院で。2000万票しか取れないのに400人以上議員がいるんですよ。我々がもし500万票取りますよね、参議院でも5議席しか取れないんですよ。これが2回、参議院の場合は2回あるから、500万票取っても実は10議席しか取れないんですよ。小選挙区で勝てないから、東京の6議席とかなかなか取りにいけないんでね。でもそれはだから組合員でしょ、自民党はそっち強いんだから。徐々に30歳以下は出れ、未満は出れないとかっていう法律も徐々に改正していきながら、できるだけ全国比例の方が一票の格差がないんだから、そっちを増やしていきましょうっていうことでゆっくり変えていきゃいいなとは思ってるんで、地方選に関してはやっぱりそういうネットの影響がほとんど出ない選挙だな。もちろん僕が当選した2015年とかは YouTube やってる人が少なかったから、政治系 YouTuber あった僕か和也君ぐらいしかいないぐらいの状況だったから YouTube が効果があったんですよ。それがどん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 いろんな YouTuber が出てきて、 YouTube で人気のある人は地方選では無理ってなったんです。令和たけちゃんから、はい、で僕はああいうのどんどん予想してたじゃないですか。これからだから地方選は YouTube は無理ですよ、まあ、それこそ広瀬とかも言ったじゃないですか、はい、だからもうなんでバカは前が見えへんのかなと思うんですよ。僕やりだした頃は先行者利益で選挙に出る人が少なかったんですよ。もちろん YouTube やってる人も少なかったから、それで当選したり、それであんなにザーッと当選したわけですよね。いわゆる2番選挙行ったわけですよ。で僕が見てて、ああこいつらが出てきたか、もうこれ食い合いになるなと。
うちの地方議員ももともと国政政党になるためにお金を借りるために作った制度とかやったんで、もうそこはいらんだろうなっていうのがあるから、結果としたら、うん、まあまあ予想通りかなと。NHK を、ぶっ壊。